ゆでです。先輩です。突然なんですけど、はい、コンプリート機能って知ってますか？もちろん。そんな知らなくて開発なんかやってられませんか？パチンコだと95,000、パチスロだと19,000枚でコンプリート機能っていうのが作動して、その日の遊戯が終わるっていう、はい、今のパチンコ搭載されてないものもいっぱいあるんですけど、まあ、今後の機械はね、搭載されていくっていう形、はい、そうですね、必須のあれの機能になる、機能になるんで、はい、そんな時に、うん、コンプリート機能って見たことあります？いや、ないっす。地上で出てる機械とかにもあるものはあるんですけど、はい、ね、95,000ですよ、うん、とんでもないよ見てる視聴者さんとかも、うん、多分どんなものなんだろうって、はいはい、到達したら多分分かんないと思うんで、そうですね、今回考えた企画がコンプリート機能を見てみたい。うおー、確かに、まあ見てみたいよ。そうそうそう、うん、まあなんで95,000発ですわ95,000発出せと。とりあえずちょっと機械用意してきたんで、お、はいはいはい、早速ちょっとカーテンの方開けていきたいなって思います、はい。オープンザカーテン。なんだなんだ。バーン。おー、バーク、バーン。そしてサラがない。趣味ね、いい天才バカボン完熟スペックっていう、はい、直営店にちょうど導入されてフィールドテストっていう形でね、はい、で、まあ、お客さんも打てるような形で、まあ、開放してた台で、今はもうちょっとないんですけど、アマデジのスペックなんですよ、うん、言ったら知ってますよ、まあ、大体のスペック詳細、まあ、出しておくんですけど、はい、アマデジなんですけど、この子コンプリート機能搭載してるんですよ。そうですよねアマデジだけど、はい、これでコンプリート機能を出そうかな。ちょっと待て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 今回特別サービス、10,000発到達したら、うん、コンプリート機能が作動するようになる。なるほどね、なんとかしたいなんとか今回コンプリート機能を見てみたいっていうことでやっていきたいと思います。いくぞ。おう、第1チャンネル。スマパチになって、はい、弾がないんで、うん、一旦あの1000発あげます。ありがとうございます。1000発からスタートと。1000発からスタート。10,000発ちゃんと自分で出して、はい、はい、じゃあ分かりました。簡単にスペックだけ説明すると、まあ通常時大当たり確率が77分の1、はい、で当たったら3ラウンドの出玉が取れます、はい、鬼ラッシュの時短に突入する確率が 77%。 そうですね、はい、残りの 27% は通常に戻るっていう感じです、はい、で鬼ラッシュに入ると、まあ大体継続率が 58%、はい、下位の方です。下位の方、はい、でそこで下位の方で、7% の、大当たりを引くと上位ラッシュの神鬼に入って1600発取って神鬼ラッシュに入る感じです。で神鬼ラッシュの継続率が約、まあ、77% ぐらいっていうような感じのスペックになってます。で右はオール、ね、800発、はい、右に入れて 7% 引かないともうこれは厳しい。まあなかなかきついですよ、やっぱうまくこう上位に行かせたいです。そうですね、こう上皿もまあ下皿もない状態でね、ここにもう全部玉記載、あ、もうあの表示されるじゃないですか。持ち玉がまあリアルにこう表示されて分かる。常にここを見ていれば、あ、今あと何発なんだっていう。そうですよね、ちょっと打ってると、まあ、なんかこんな感じでね、そう打つとこうどんどん減ってきますよみたいな感じですね、玉数が。まあ、まずはね、77分の1を当てないことには始まらないんで。そうそうそう、1,2,9。おお、まあでも幸先いいんじゃないですか。幸先、77分の1は引けた。もらったよね。うん、もらった。おお。オッケー。こっからですよ、大事だ。まあいけますよ。まずはここで当てて 7% 引くところ。お、いいよいいよいいよ。これ熱い、これ熱いやつ、これ熱いやつ、来るよ。ほい、おー、オーケー、これ来た。いや、さすが、危ねえ、危ねえ。セーフ。なんない。7%だ。カウントアップして今朝も見せとく。いいですよね、こうやって増えていく様がこう直で見れるっていうのはね。大当たり中とかは、まあ、どんどん玉が増えていく感じですね。ふん、あ、まあ、一応残保留でね、あ、まあまあ、戦ってもらうしかない、ここまで。そうです。まあまあ、まあ、ここからまた当てて、だからすぐ当てて、またすぐ入れて。そうです、だもんね。ちょっと頑張りましょう。いや、耐久だこれはこれは完全に耐久だ。僕は知ってるんですよ、どういうことが起こるかね。嫌というほど見てきたんで、こうソフトなんでね、やっぱ視聴者さんのためにも。それはそうなんですけどね、まず当てないことには。あら、来た、いやいや、これチャンスだと思う、すごく。これ、熱いやつ。
はい、これでジジさんできますね多分刀きたー、まあなるよね、いきます、ほい、オッケー、いや、いいんじゃないですか、いい、順調順調、ペースはいい、なった、まあまあまあ、よし、出し入りました、これでまた3000発戻りました、戻りました、いや今度こそ頼むぞ、いやこれやっぱハードル高いよつってね、ボーン、ヘイドゥン、お、赤い赤い、あの点滅見てんのか、そうか、え、3点じゃん、これ当たるよ、おーすげえ、これ3点だよ、3点つまりってことですよ、見せてやれパパ、ここや、ポン、ほら来たー、7パーしゃー、すげえ、だーすげえ、ほら思った以上にいけんじゃねえかと思って、上位もまあ 77% なんで過信はできないですけどね、はい、ペッペロペー、はい、70回、さあ行きましょう、神鬼、もうこうなったら強いですよ、強いですよ、もう、もう見える見える、あ、もうこれ当たる、あ、当たった当たった、もうこれ青堀当たるんで、これ外れます、でもここは当たるんで、こんな感じです、うわ気持ちいい、はい、ちょっとテンション上げていく、あーなるほど、これ選ぶか、先輩コンプリート機能、そうでもで、あと約5000個、おー、そうや、そうだよね、9万5000の場合は5000個前でちゃんと告知するようになってるんですよね、そう、僕はもう、あ、出るなって思って、もうこれが出たらまあちょっとあと5000発なんか目標意識ができたわ、うん、200発大きい、こうどんどん更新ね、減ってくるんだね、逆にこっから状態抜けて、あ、そうだ、増えてくんだ、200ずつで、5000以上から200とかまた増えたら消えるんだ、大体早いのに、おお、この画質これ皆さんコツがあるんですよ、このモード中どこ見てりゃいいかって、もうね、この中心、あのね、モモランプの中心を見てるだけ、これだけで出る、これだけで光る、それ大丈夫ですか、もう始まって、だい、まだ大丈夫か、まあ、20回あれば、おーい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 、先輩、先輩、わお、やばい、あんなに当たりたがってたくせに、うわうわきたー、まあ、ただ一応ね当たりはしますけど、下位の抽選なんで神鬼に行くとは限らない、7パーすげえラストだよいしょで、あとは、まあ、上位7パーですけど、これが赤7か金7か虹7かって話ですよ、ピン虹7、すごくない、え、これでこれだって超特訓いきますよこれ、だよね、だよね、すごっ、え、じゃあこれ決まり、これで決まりです、決まりですね、もう決まった、これであとはもうコンプリート機能を発動させるだけなんか余命宣告されてるみたいですね確かに確かにね、あとはウィニングダンスはもうあとはもうこれで終わりか、これであともう200になるから、あー来るよね、もうあと次のラウンドぐらい、もう来る来る、あ、来た、あ、まもなく、まもなく、まもなくやって、そうですよ、大当たり中に到達したら
まあ玉は取り切れるんで大当たりの分はもらえるってことね。だからこれ大当たり終了後にまあ厳密には作動すると。 OK。 お、カメムイ入った続くじゃん。続くんかこれ。お、続くよ。コンプリート機能が作動しました。本日は遊戯終了です。お、初期動作。コンプリート機能が作動しました、うん、本日は遊戯終了です。めっちゃ機械的やな。で、でもこれ見てください。これほら発射。おお、出ないですよ。完全にね。そうです。もう制御の方からもう。本当はまあカチカチこう、はい、弾を飛ばせるんですけど、うんうんうん、コンプリート機能作動したんで、もう全部ダメなんだ。無効になってる。なんでもうさよならっていう。9万5千を到達した人はこの画面、最高の画面、最高の画面見れる。今回、まあ、コンプリート機能が見たい企画、はい、ぜひホールさんで見れることを祈ってます。はいまあそんな感じなんで、まあこれからのパチンコ搭載されていくものを皆さんなんか見れましたよとか言ってくれたら嬉しいです、はい、あの出したことある人はすっごい自慢できると思うんで、出しましたってぜひね、あのコメントください。はい、よろしくお願いします。お願いします。